どうもこんにちは。僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。今日はですね、著名漫画家を集めて、漫画家のね、このリアルな生活とか現実とか、今どういうふうに思ってるのかとか、未来とか、やっぱ有益な情報をね、皆さんにお伝えしていこうと思いまして、まあすごいよ、誰もが知ってる週刊少年チャンピオンのね、漫画を描いてたりとか、週刊少年ジャンプのね、もう誰もが知ってる漫画を描いてる人とかを呼んでますから、一応その誰もが知ってる週刊少年チャンピオンまでが区切りだからね。誰もが知ってる週刊少年チャンピオンの、だってチャンピオン知ってるでしょみんな、それで漫画を描いてた人だから、そこで一回区切らせてください。そこだけちょっとあの罠ですけど、まあ、そういうわけで、まずは最初はですね、まあ、週刊少年チャンピオンでね、こちらの漫画を描いてたですね、じゃあどうも入っていただいていいですか。あ、どうもありがとうございます。浦田です。浦田和弘さんね、ご存知、皆さんご存知、浦田和弘さん、たびたび、いや、この前ね、あの、はい、ご自宅にお邪魔してね、そうですね、あのデジタル漫画の描き方、あれから僕ね、やってますか。いや、一つも触ってない。いや、だって難しいよ、やっぱり。確かに。ちょっとね、漫画大変なんだよ。うん。漫画って大変、やっぱ書くの。はい、デジタル。うん、でも、浦田さんデジタルでやってるっていうことでね。はい、これ、チャンピオンでつい最近まで連載していたジンバ。ジンバですね。うん。もう去年ですけどね、終わったの。去年、もうそんなだ。はい。もう結構経ってるんです。もうそんななんだな。はい、いろんな事情があって、チャンピオンで単行本出ずに。はい、そう、リード者から出したと。うん。そんなね、はい、浦田和弘さん。そしてもう一人、じゃあ浦田さんもとこうギュッとこっち、はい、こっち来てもらっていいですか。もう一人がまたね、もう週刊少年ジャンプの連載作家だから、誰もが知ってる。だってジャンプってみんな読んでんでしょ。ジャンプでちゃんと連載して単行本出してる。じゃあこちらのね、じゃあお願いします。ジャンプでみんな知ってるこの漫画ね、うん、こちらの作者、これはすごいよね。私立ポセイドン学園高等部の大江慎一郎さんです。いやー、大物がついに来ましたね。いや、ありがとうございます。ジャンプ作家。ジャンプで、だって2冊出してんだから。大江慎一郎です。すいませんね。いや、すいませんねってな。すいませんねってなんですか。ジャンプ作家でね、いろんな人期待した人。いやいやいや、ちょっともうちょっとこっち来てもらっていいですか、大江さん。あ、そうそうそう、そんな、ちょっと変かな。うん、そんな感じか。こっち寄ってない。ちょっと寄ってます。じゃあ、そう、そんぐらいで、はい、そんぐらい絶妙なところで、はい。うん。今日はね、この3人でちょっと、まあ、漫画界の、うん。ま、でもほら、まさかポセ学の人来るとはっていう。やっぱり、ね、知ってるんだ。いや、知ってるなら。ポセ学有名ですよ。あ、有名ですか。はい、確かに、ウィキペディアとか見たら、すごい、ジャンプ史上、なんか、なんすか、ジャンプ史上。なんか書いてありましたよ、ウィキペディアで。見ました。伝説をそう。そう、ぶち上げたかもしれないですけど、あんま、その辺は記憶が消えてるかもしれない。いや、でもやっぱ、みんなのその心にトラウマ的なものを残した漫画だって見て、はい、というわけで、だから、これから、その漫画界の現実と未来といろいろ語っていけたらなと、はい、うん、なのでぜひちょっとお願いしたいんですが、はい、まずみんなの誤解を解いていきたい。花のない3人。いや、そりゃそうでしょ。だって確かになって別に漫画家に花がある必要ってあります。でも、まあ、ないです。僕たちはその書いた作品で花があればそれでいいわけじゃないですか、うん、全然これは、まあ、そうです。誇っていいですよね。そうですね。作品にも花があるかどうか微妙な。でも花あるかな。いや、結構花あるんですか。キラキラしてるし。それはデザイナーの人にね、頑張ってもらった。で、これはいつからいつまで連載していたものなんですか。はい、週刊少年ジャンプで10年前ぐらいですね。10年前。これがほぼデビュー作みたいなもんですね。連載のデビュー作はそうですね。いや、すごいよ。なんだかんだでめちゃくちゃな競争をね、勝ち抜いて。僕は普通に大学生くらいの時に読んでて、うん、面白いなと思ってたんですけど、全然素人の時に。ありがとうございます。あ、すごいな、それで。それが、じゃあ確認します。何だっけな。2008年の7月に出てるから2008年、うん、だから誰かと連載とか、誰がライバルだったんですか、この頃。当時ライバル、隣のページとか、ジョジョとか。でもジョジョとかぶってた時はあったっけな。すごいですね。すごい、ドラゴンボールと確実に被ってますもんね。被ってないです。ドラゴンボール。ワンピースは被ってました。ワンピースは被ってます。もちろん。はい、もうじゃあそのパーティーとかで、おおってどっちが先輩なんですか。いや、もちろん小田先生です。小田先生ですか。じゃあ後輩でなんか売れてる人いないですか。いや、もういくらでもいますよ、それは。あ、じゃあ、おおって言えるやついるんですか、ジャンプ作家の中で。おおとは言えないんですけど、はい、僕が連載してる時に新人で会ったのが、
あの僕のヒーローアカデミアの堀越先生、はい、あじゃあその時は堀越くんって言ってたんですけど、あ堀越くん、堀越くんって言って、おすごい、それ、まあ、普通に飲んだりしてたんですけど、あでもそうやって売れ出すとどうなっちゃうんですか。そこからあんまり会ってないんで。あ、そうか。はい。だと鳥山さんとか呼べばいいじゃないですか。なんで鳥山先生みたいな。ベタ塗ってもらう。いや、わかんないけど。ちょっとベタ。はい、名古屋今暇行ったんで、はい。その時の、はい、ジャンプ作家っていう人はいないです。まあ、漫画家になってる人はいますけど。あ、じゃあ、はい、でもジャンプでやってて、で、じゃあアシスタントはもちろんつけるんですよね。あ、そうですね。その時もう結局名古屋にいたんで、そのアシスタントのつてがなかったんで、うん、近所にあった漫画の専門学校にちょっとお邪魔して、はい、その生徒さんだったりとかに来てもらったりとかしてましたね。これ覚えてる？僕は覚えてない、見てなかったこの頃は。これを書いてた人が、だからちょっとその辺の連載してる時の暮らしを知りたいわけですよ、うん、とりあえずは、うん、だって浦田さんなんてめちゃくちゃ最近まで、まあ、去年ですけど、はい、チャンピオンでずっとまず短期連載から、はい、まあ、週刊連載して、はい、うん、だからその連載してる時の生活とか、うん、あとはその横のつながりだって結構仲いい人とかいるじゃないですか、ジャンプとかでもあの辺のなんか、そうですね、うん、だから横のつながりとかどうなってるんですか。なんかいや結局僕はあのこのジャンプで連載してる時は名古屋にいたんで、うん、その時はほぼ漫画家さんの知り合いはいなかったんです。あ、いないんですか。はい、うん、で上京した時はどういうタイミングで。あれ浦田さんって地元どこでしたっけ。神奈川です。あ、じゃあ全然関係ないか、はいはい、うん、えで僕はこのジャンプでやった後に最強ジャンプでまた連載しばらくしてて、うん、はい、その途中ですね。その途中に最強ジャンプでやってる時に、うん、まあ東京に上京して、行ってみたいなと思って。あ、はい、そっからじゃあ浦田さんとかと、だってなんかいつも一緒にいる感じがあるんですよ、僕のイメージ。でも浦田さんと知り合ったのは、うん、僕が名古屋にまだいた頃に、うん、浦田さんが幹事でギャグ漫画家飲み会っていう、ああ僕も行ったことあるそれ。それは本当に名古屋から行ってたんですよ、それに行きたかった。あ、そうなんですか。じゃあでもなんでそのギャグ漫画家飲み会っつってそこで繋がってるのか、その先が分かんないじゃん。最初一番最初もっと大きい飲み会を僕が行って、うん、そこで麻生さんとかやって、サイキッククスオみたいな、サイキックスオの麻生さんいますもんね、よくね、はい、で、うん、なんか飲み会、ギャグ漫画で飲み会やりましょうみたいなちょっと話をして、うん、で大江さんとかをそこに呼んだりしたの、うん、最初は多分ツイッターで、そうそう、ツイッターのギャグ漫画描いてる人たち、はい、まあ、見てたんでフォローしたりとかして、それでなんかツイッター上でやり取りはしてて、はい、確かに、で今度そこにやりますっていうので連絡もらって、はい、それがいつぐらいなんですか。でめちゃめちゃ前ですよね。僕も1回か2回は行ったことあるよ。それが多分1年か2年前。あ、じゃあそんなに前でもないじゃないですか。でも今から考えたら、はい、あ、まあだいぶ前か、うん、あ、そこで会って、ま、その時浦田さんだって多分20代とかじゃなかったでしょ。そうでしたっけ。ね、結構浦田さんね年言ってるんですよ。ここはあんま変わんないですよ。ちょっと待って、何歳なんですか。僕36です。36、81年生まれ、はい、じゃあデビューした時何歳だったんですか。これジャンプって若いですよね。あ、いや読み切りが初めて載ったのが、うん、多分23ぐらいとかですけど。あ、若いな。連載が決まったのは26ですね、はい、うん、だって浦田さんは連載最初はどこでしたっけ。ヤングジャンプとかですごいずっとくすぶってて、ヤングジャンプで、デビューしたんですけど、うん、濡れちゃってる、ちょっと。あ、大丈夫ですよ。ダメだね。あの、うん、僕はデビューが27歳で、ああそうだそうだ、でヤンジャンでくすぶってて、はい、漫画ボックス、はい、あ、そうだそうだ、で、うん、初連載も30過ぎてから、うん、僕はヤングジャ、そのヤンジャンで書いてた漫画ひどいですよね。あのアナルをすごい主張してなんかこうアナル君とか たった4ページしか載ってないんですけど、これって。いや、だけどやっぱ未だに言われる。そう、はい、やっぱ僕はその確かその乗るあたりで出会ったんですよ。そうですね、僕たちは。そうだからね、そう、浦田さんは割と出発段階から見てきてるから、うん、なんかそう考えるとこれが来てさ、結構すごく浦田さん結構進化すごくないですか。次これ一応そのあざといさを狙って失敗したやつ、失敗してもう完全にその下ネタをじじいに言わせても受けないから、そうそうそう、じゃあ可愛い女の子言わせれば受けるんじゃないかって言って、結構狙い目は僕いいと思ったんですよ。狙ったんですけど、そう、まあうまくいかない、うん、でそしたら今度はねこのジンバで、あのほらケツのあれだっけ、ケツのやたら描写はすごいなんかありましたよね、騎手の後ろからのシーンとかを、どこだっけな、そういうので狙って
これはでもまだね、これから先まだあるか。あ、出た出た出た、カルカルカル。やばい。こんな透けないよ。このコマって何なんだろうなってなる。別にその、そこの、このね、必要性はない。必要がないんだけど、そう、こういう謎のリアルな描写を入れる、こういう、こういうね、技とかも編み出して、どんどん進化していく。進化してるんですよね、まあ。はい。で今またネクスト作、次回作に向けて次回作をね書いてます、ね、うん、で、大江さんは今どういう感じなんですか。都政学やって最強ジャンプ、その後に最強ジャンプで宇宙警察鉄道っていうのを書いて、ちょっと今日持ってくるのが忘れたんですけど、最強ジャンプ自体がねうち送られてくるんだけど、はい、もう今2ヶ月に1回になっちゃって、はい、なかなかあそこからブレイクするってありえなくないですか。オリジナルの漫画であそこでってなると、うん、なんかウサギの変なカレーの、あ、カレー王子やってましたね。やってたけど、あれがちょっとだけ面白いなと思ったぐらいで、なかなか厳しい世界。そうですね。で、その後に、うん、あの秋田書店に行って、うん、別冊少年チャンピオンという雑誌で今、うん、書いてるのはこの、これですか。英雄シーザーさんの今書いてます。これはまさに今連載中。今連載中です。はい。今どれぐらい行ってます？何回ぐらい第月刊誌ですよね。月刊でもう今月で2年経ちました、ね、2年月刊誌でやるのは結構すごいと思うな。何ページなんですか一月。1ヶ月24ページです、ね、もう確実に24ページ、まあ、はい、基本的に24ページ で、はい、で今月は、2周年ってことで、うん、24ページプラス、4ページ増えてる。あ、4ページ、はい、28ページになる。これは絵はこういう絵なんですか。絵がすげえめちゃくちゃ上手くなってるなって。この表紙がでも裏の絵全然違うじゃん。こっちがそうですね、こっちがまあ本当でなんで表紙に本当じゃない絵を載せるんですか。これはなんかやっぱ英雄シーザーさんって、そのローマの英雄のこのシーザーと、はい、それを暗殺したブルータスとのなギャグ漫画なんですけど、一応これも大江さんの描いた絵なんですか。あ、そうです。あ、僕が描いたんですけど、もともとこのシーザーとブルータスの暗殺の場面はあの昔の歴史的な絵画であったんで、それを元に表紙にしようっていう話になって、僕が描いてる時も肩だか腰あの首だかをもう痛めまくって、ああもう大変です。そうですね、めちゃくちゃ大変な描写だった。だから色重ねたりとか、その元の絵を元にね、はい、やってるんですけど、それを 見ながらこう忠実にこういう内容の、でもこういう感じのタッチですよね、中身は全部、まあ、中身はそうですね、はい、中身は全部こういうタッチ、はい、でもそれ結構思い切りましたよね。表紙が全然違う絵柄にするっていうのは、そのジャケ買いした人がそれをね、うん、なったらいいなと思って。え、はい、どういうことですか、なったらいいなってなんですか。ジャケ買いした人がムカつくってことですか。いやこれで気になってくれて、ジャケットで気になって買ってくれたらいいなって。でもそしたら中身全部違うじゃん。いや、まあでも 裏見ればね、あ、まあそうかそうか、これ見て、あ、こういう絵かって、最初これで見てもらってこうかなって、うん、なるほどね、はい、実はここにシーザーさんも出てるんですよ。そういうの、そういうあのめちゃくちゃマイナーなところ同士でコラボ、コラボ、コラボ、シーザーさんにも人馬が確かどっかに書いてある。あ、でもこれには入ってないかな。確かサイキックスに、ああ、あれなんか関係してる言葉が出てくるんじゃなかったでしたっけ。あ、そうです、ジャンプに、ジャンプに、うん、この馬のなんか、舐め合いやめてください、絆の舐め合いみたいな。鬼足サンダーフラッシュっていう、鬼足サンダーフラッシュっていう必殺技が、必殺技がジャンプのサイキクストの中でキャラが使うんですよ、うん、あ、すごい、それは結構すごくないですか。だってアニメ化とかしてたらこれ権利主張して、そう、アニメ版でもこれが使われてたんですか。で、すごいすごい。じゃあ声優がこの鬼足サンダーフラッシュって言ってます。あ、すごいじゃないですかそれ。すごいな。あ、そのサイキクストの人とは割と昔からのなんか、そうですね、うん、まあ、僕はしかもあの麻生さんのところのアシスタントもやってたんで。あ、麻生さんの方が先輩なんですか。じゃあそうなんとアシスタントやるっていうことは、でもまあ指定関係、連載した順番で言ったら麻生さんのが上です。年齢で言ったら僕の方が上ですけど。あ、そうなんですか、はい、若い頃からそんなに。じゃあそうですね、だってすごいさ、2人のツイキャスとかやってると挑発的なコメントばっかり書いてくるじゃないですか。そう、僕はゲームなんか全然やってないけど、明日1日で終わらせるからって、連載中、暇ですと、はい、週刊少年ジャンプで連載してる人が、ね、うん、こっちのなんか、底辺を見ながら、暇ですコメントとかいっぱい書いてる、すごいよね、あれ、なんでですかね、あの、視聴者が18人ぐらいしかいないのに、その中の1人がね、その売れっ子っていう状況、すごいですよね、うん、何なのかよく分からんな、本当。
じゃあそういう中で、まあ、こう今進んできてですね、はい、うん、で現実面を多分知らない人もいると思うんですよ。僕とかだって素人だったらもうこの2冊出しただけで老後まで暮らせんじゃないかなぐらいの、うん、感覚を持つ人がいるんですよ、やっぱり。だってジャンプに連載して2冊出したら、うん、小さい子、小学生の頃とかそう思いませんでした？もうね、もう、まあ、儲かってるイメージありましたもんね。印税生活、うん、そうもう勝ち組、うん、上がり、ゴールだっていう、うんうん、だけ ど実際のところはそうではないと、うん、その辺、その具体的な金額じゃなくてもいいんで、例えばどういう感じなんですか？どうやって言えばいいんだけど、どんな金額はもう言えないですよね。まあ言えないけど、まあ例えばこれ連載中はまあ大丈夫ですね、はい、で今は月に20ページ書いてれば、24書いてれば、はい、まあ死にはしない。まあそれはまあ普通に生活はできますけど、普通に生活はできる、はい、うん、だからこっちもそしたら週に何ページ書いてたんですか？この時は週に11ページ、ね、週に11だから月にしたらもう40何ページ書いてて、はい、僕のリサーチでは人大体1ページ1万円から1万5000円ぐらいじゃないかなと。まあまあまあ平均的に言うと、1回サンデーのライク誠さんっていう作家さんが、はい、ちょっと編集部の人とトラブった時に全部ぶちまけたんですけど、はい、その時1万3000円だったんですよ。金色のガッシュって書いてて1万3000円。あんな筆頭した王将の人で、うん、そう、あの安い、そう、なるほど。ちなみにその時僕は本誌でサンデーでライクさんが1万3000円ってぶちまけた時に、うん、僕別冊で月刊誌であのクソみたいな何の意味もない漫画を書いて1万5000円だったんです、自分のページが。だからそこから値下げしたんですよ。そう、ライクさんが本当は下げられないけど、はい、これやばいなと思ったら1回こうフェードアウトして戻ってくるときにちょっと下げてもらって、ちょっといやこれまずいなと思って、うんうん、そうだから、うん、結構個人差があるけど、うまいことやってたら担当さんとかが勝手に上げてくれる人と、なんかまあね、決まりがあるわけじゃないから、うん、そう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 、本当になんかたまたま上がったりとかの人とかはいたりする、ね、あれありえないよな、僕がライク誠さんより多くもらってる状態そんなことってありえないじゃん、ビジネス的に考えると。確かに何の役にも立ってないさ、ただのもうゴミ虫なんだからさ、増刷でやってる、うん、あとでも結局多分あれですよね、売れてる人だとね、単行本人数とかで売れてるから逆に原稿料もどうでもなくなっちゃう。売れてる人ほど原稿料に無頓着なんですよ、ね、それやばい。だから藤子先生とかも全然もらってなかったらしい、 F さん。だから他の人が全然上がらない。 F さんこんだけなんだよって言われたら誰も文句言えないじゃないですか。確かに確かに、うん、だからね、これがやばい漫画界のね、構図ですね、なんつうのかな、うん、でも僕下げたからね、ちゃんとそれ聞いてやばいと思う。やっぱ我々みたいな底辺はやっぱり原稿料が、ああもうね、生きる過程だって、うん、そもそも単行本が特に最近なんかは出なくなってきてるわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、で浦田さんなんかは前も言ってたけど、これを出した時の 初版とか売れた数がデータベースに記録されるわけで、はい、そうですそうです。え、いいんですよね、だって自分で言ってたじゃん、はい、だからそれがまた、うん、厄介になるって言ってたじゃないですか。売れない作家っていうレッテルを貼られると、うん、そう、次の単行本が出しづらくなる、うんうん、原稿料だけで食っていくとなると連載が終わった途端ゼロになるわけじゃないですか、うん、はい、どうやってやってるの、生きてるのかな、まあ、ジャンプで連載してた人にそんな失礼な質問はないですけど、どうやってこれやったの10年前ですから、まあ、あ、そっか、10年ありますもうこれの10年もうこれでじゃあ食い潰しちゃいました、ジャンプの貯金は。いや、もうそんな10年前のやつはないですね。あ、もうない。なんかこれで買った、これでその5点に立ったりとかそんなの何もないです。え、何もないですよ、お世話5点。いや、でも10年前ならまだこれ初版とか結構いってんじゃないのかなって、ね、いや、あ、まあその当時で言ったら全然、はい、ね、今だったら絶対たくさん吸ってもらったと思いますけど、そうそうそう、はい、そしたら印税が入ってくる、うん、まあ、印税っていうのは大体定価の 10%、まあ、10%、うん、基本的には 10% だから1冊売れれば40円だから、もしこれがね、10万部だったらいくらなんですか、ね、400万10万部もいってたら終わってないじゃないですか。まあその辺から探っていくことで10万部は絶対ありえないんですよ、うん、1冊ね。だまあそうしたら5万3万とかこうなってきて、ちなみに僕のまあ簡単に言うとこれですね、アホ汁666は5000部ですね、はい、5000部でだからこれ100円入ってくるから50万円ぐらいがまあ入ってくるんじゃないかと。5000部でも売れ残るレベル、そうするともうこんなフルカラーでこんなのやっても
出版社儲かんないからもう出せないんですよ、うんうん、っていう考え方、うん、なのまあこれもそこまではもう多分でこれ2冊でその連載はもちろんやってる時はお金になりますけど、はい、勝ち取るまでが連載を、はい、無償のなんか地獄が、あ、地獄って言ってるんですか、そうです、地獄っていうか、うん、そうですね、うん、ネームだけ書いてる期間、はい、ああそう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 、はい、はい、乗るか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 分かんない状態で、うん、結局ずっと通うわけですか。そう、まあはい、その時まあ名古屋だったんで、うん、ずっと毎回ネームを送ってましたね、編集部に、はい、送るっていうのは郵送とかで、郵送で、はい、その時まあその時まだ全然インターネットとかもそこまで、あ、ね、そうですね、2000何年だろう、定着してなかったんで、うん、ネームは毎回コピーして郵送で送るっていうのはまだやってましたね、うん、でそれでそしたら電話がかかってきてみたいな。そうですね、担当さんからです。なんかもう読み切りを何回か書いて、うん、まあ次はね連載だみたいな。読み切りのなんかその台下いろいろ渡しておくんですか、ジャンプのシステム。なんかこう落とした時に乗る、変なわけわかんないの乗ってる時あるじゃないですか。そうですね。まあ、もともと、まあ、順番に行くと、はい、一番最初はその当時あった赤丸ジャンプっていう、赤丸ジャンプ、新人がいっぱいこう、はい、うん、読み切りが乗ったのが初だったんですけど、うん、でその後まあちょこちょこまあ読み切りを書いてたら、はい、あの赤塚賞、はい、あの、はい、手塚賞は赤塚賞 で、ね、手塚賞はストーリーのもう、はい、がっちりした漫画で、赤塚賞はちょっとギャグの作家みたいな、はい、はい、でそっちになんか、まあ、ほんまあ、一回デビューしてるからちょっとイレギュラーなんですけど、またもう一回そこに赤塚賞に、赤塚賞にデビューした後に出して、そうです、そしたら受賞して賞をもらって、もう担当さんがついてる状態でじゃあその賞を目指して、はい、そのパターン結構たまにあるんですよね。まあそうですね、まずついて、はい、あのちゃんとした賞を取ってからデビューさせるっていう、はい、まあ王道みたいなですね、うん、それでまあ読み切りがジャンプに乗って、うん、でその後もちょうどその時期はジャンプで連載してる漫画が休む時が結構あったんで、うん、ああ、ろくでもないね、落としまくる人たちが、ろくでもなくないけど、だってチャンスじゃん、そしたら、まあ、まあそうですね、やったって思いますよね、はい、よし、また落とした、うん、そうすると自分たちにチャンスが回ってきて、そこからね、食っちゃえばいい人だっていますもんね。そうですね、その大原画元でそれが評判良ければ連載って言って、それがあったんで、もう本当に大原をたくさん書いてたんですよ、うん、大原っていうのはもう大原書いてみたいなオファーなんですか。なんか読み切り書いて何ページ渡しといて、大体だから普通の連載の1話分ぐらいの、あ、16ページぐらいで渡しといて、書いて一応編集さんの、はい、まあ、引き出しとかに置いといて、何かあったら出せるように、はい、そういうシステムなんだね、ストックしとくっていう、あ、でやってたんですけど、意外とその時期休むのがすごい多くて、どんどんストックが消費されてって、それ美味しいですね、はい、あ、いいなそれ。それで読み切りが何回も載ったんで、うん、まあ次目指すならもう連載だねってことになって、連載案、大原っていうのは、はい、でその大原のシステムを知りたいんですけど、うん、乗るまではお金もらえないんですか。その確か ね、あ、本当に、はい、なんか書いただけでもらえるシステムもあるんですよ。とりあえず休めにもらっといてみたいな。確かに、でもね、僕はやったことないですね。僕わかんない、でももらえないと嫌じゃないですか。嫌、ね、ですよね。大原でもその書いてるのに肥やしになって、大原墓場みたいなところ誰も落とさなかったら、うん、でもまあストックされるってことだったね。いつかそれ乗ることを目指して、どういう感じですかね。こう順番にこう並べてあるのかな、ページ数とかで並べてあるのかな、大原そのボックスみたいなのあるのかな。あ、なんかでも結構多いのはその連載作家さんの担当の人が同じ担当の新人の原稿を、はい、その同じ編集さんが用意することが多いんで、そういうことか。そっかそっか、落としたらもうどうしようもないから、はい、自分の担当の範囲内で、はい、でそれなかったら他の編集になんかないかって、何ページないかないか探したりとか、確かにそれはの結構多いと思いますね。誰と同じ担当さんだったんですか。それはないでしょ。その時は、まあ、担当したのか、いろいろ、はい、いろいろ、まあ、いろいろですね。いや、すごいですね。あ、はい、いいじゃないですか。でも、はい、その書いた時点でお金がもらえるっていうのはあんまり経験したことない。じゃあ乗った時点でもらえる。乗った時点で原稿料が、ね、いや、乗ったらまずそれだけで嬉しいし。そうですね、確かに、うん、はい、だってジャンプだもん。当時だってもう結構な、200万部、300万部はまだあった頃かな、わ、はい、かんないけど。そうですね、やっぱジャンプ乗るだけで、うん、だから嬉しかったですね、その時は。その乗った時のやっぱ反響って、チャンピオンもそうだけど、はい、結構あります。ジャンプは結構あるんですか。そうですね、うん、やっぱファンレターとか、その女子からのファンレターとか、女子からのファンレター、個人情報いっぱい書いてあるやつ、そんなのプリクラとかそういうの来る。子供がなんか鉛筆で書いたみたいなやつが来たりとかでしたかね。あとなんか、うん、
多分ジャンプは熱狂的 なんか新人読み切りファンみたいな人が、ね、あ、はいはいはい、そう、はいはい、固定のね、そういうの、はい、マニアがついてるんですよね、ジャンプの、はい、読み切りをお互いの、うん、フォアメにチェックしてファンレターを送ってくれる人がいて、はいはい、そういう人のファンレターをよく来たりして、返事、返事とか出したりとか、そうですね、返事を出し最初の方とかは、はい、あ、したと思います。え、浦田さんも返事とか出しました？あ、そうですね、僕チャンピオンの時より、はいはいはい、マンガボックスの方が露出が多かったのが、うん、あの、あ、ファンレター結構もらって、結構女子中学生くらいから、あ、やばいです、ね、受験なんで応援してくださいみたいな、うん、漫画ボックスね、これ最初の頃は結構お金、 DNA と講談社がタッグで、そうです、そうです、 DNA がお金いっぱい入れてたんですよ、CM やってたし、あ、そうだそうだ、結構読んでくれてるって人多くて、これ、あ、じゃあこれ初期面というか、その最初にバーンって出た時にもう連載だったんです。そうです、そうです、だから CM にもちっちゃく載ってたんですよ、当時が、あのね、DNA の株主総会行った時も、はい、漫画ボックスでバーンって出た時に、はい、僕にちょっとあれですか、ちっちゃくあった気がする、あってなったもん、ちょっと、そう、うん、そう、だから結構ファンレターは案外来ましたね、あの、シューマガの作家くらい来てるよって言われて、え、そうなんです、はい、すごいじゃん、なんでそれなのにね、ねえ、これやばい、タヌキのあそこがカチカチ山、なんでここばっかり開くんだろう、なんでこればっかり、なんでここばっかり開くんだろう、折り目がついてる、ついてる、こういう漫画だからね、タヌキのあそこがカチカチ山、バン。頭おかしいわ。いやー、これいいですよね。でもなんで、でもこれでもダメなんだっていうね。いやー、もう僕は初連載だったんで、めちゃくちゃ気合い入れて、うん。そう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 。こんなに頑張っても、うん、いやー厳しいよ。そう、厳しいんだよ、とにかく。うん、僕おじ好きでしたってやっぱ言いますからね。これ好きです。本当だ。すごい。でも終わってるし、あなたが好きでしたっていう、もっと強く主張してれば変わったかもしれないんだよ、人生、人生っていうかね、展開、はい、結局これ無料で読めちゃってたんで、そうそうそう、あ、それで満足して、やっぱ単行本、うん、結局買ってくれなかったって人が多いのかな、うん、あ、まあでもね、結局は、うん、そうですね、ジャンプもそういう何買ったんですか、いっぱいファンレター、絶対来てるでしょ、ファンレター、そんないっぱいは来なかったですけど、ちょこちょこ、はい、ファンレターは送ってくれる人がいましたね、はい、でもやっぱ今日掲示板とかでいろいろ言われるみたいなあれじゃないですか、この話え、どういいですか、2チャンネルとかで叩かれて、やっぱジャンプの時はこの、まあ、このこれの、うん、まあ、内容もあってなんでしょうけど、はい、まあ、本当にそんなにボロカス書かれてます、ね、本当にボロカスなんですか、内容まだ僕そこまで読んでなくて今日買ったんですけど、はい、今日のありがとうございます。今日 Kindle で間違えて1冊買うつもりが2冊買っちゃったんです、ワンクリック、あれ危ないですね、1巻2巻買ってくれたんです、そう、1回2巻か、1巻買ったら、はい、あの次いきなりもう2巻のページになってたんですよ、はい、なのに、うん、あれまだ買ってなかったかなと押したらもう2巻も買っちゃってたんです、ワンクリック、あ、いや、最悪だよ、いや2冊買ってくれたんで、1冊読んで、まあ、その分の印税が今入ってます、あ、入りました、入ったはずです、印税いくらぐらい入るんだろうね、電子書籍、あ、そう、返品ボタンあったから迷ったんで、だけど、さすがにね、さすがに悪いと思ったんで、買ったらしょうがないです、うん、買っちゃった、でもまあこれから読ませていただきます、はい、はい、ありがとうございます、ご性格持ってるって人もいるらしい、うん、本当ですか、持ってるわって、うん、ああ、いや、ありがとうございます、うん、いやー、そうですね、そういった、そうですね、だからネットだとなんか、うん、こんな落書きを載せるなとか、あ、死ね、当時から死ねとか、そういうのって全然平気なんですか、いや、見ないようにしてました、ね、見ないよ、やっぱ見るとショック受けるんで、あ、ショック受けちゃうんですか、あれはその警察だったの話だったんですか、どんどん警察だったんですか、だから本当に死ねとか、はい、殺すとか書かれてたんで、はい、か誰か通報したみたいで大江殺すって書かれてたから、あ、そうですね、はい、した人がいたみたいで、大江さんに殺害予告が出てますって言って警察の人が家に来たんです、え、殺害、はい、なんで、いや、だから、はい、ネットに大江殺すって書いてあるわけだから、殺害予告じゃないですか、はい、だから来て、なんかあったら危ないってことで、え、守ってくれたんですか、でも、なんかしてくれるんですかって、でも聞いたら、なんかあったら言ってくださいって、もうじゃあ死んでから、でもそれ、なんかあったとき刺されたら、そうですね、たときに言ってください、刺されたら言ってください、もう何もできなかったですえ、それって名古屋にいた、名古屋にいた頃です、じゃあいろいろ住所とか特定して来たのかな、警察は、警察者に確認したりとか、なんかまあ何かで、おかしいですよね、はい、うん、来てくれましたね、すごいな、漫画が つまらなすぎて予告される男って書いてある、つまらないことではないんですよただね、いろんなその好みの問題とかもあるから多分、うん、そう、でもね、ウィキペディアにああいうふうに書かれてたからね、
どういうふうなんか週刊少年ジャンプの黒歴史、なんか最大の黒歴史みたいなこと書いてあるあれ誰が書いたんだよ。あれ同業者が書いてんじゃないの。同業者が同時期にギャグ漫画で書かれてたのかな。いや本当にそういうね足の引っ張り合いにやめた方がいいよ、うんうん、僕は今日は最初のところだけまず読んで、なるほどねって思って今日急いで来ちゃったから、うん、まだ分かってない。まあこれ今後、はい、そうですね、そうですね、うん、でも意外によく合ってますからこの辺は 割と。あ、そうです、ぴょこたんさんと割と合いますよね、はい、全然大丈夫。この前のフィレンツェ会もね実はこの2人来てたし、うんうん、へこんでない、へこんでない、うん、へこんでる、へこんでない。いやかなりね 割とポジティブな面もありますもんね僕たちね、うん、そうそうですね、うん、だから、はい、まず今生き残ってやってるわけですから漫画家として。確かに、うん、まあなんとかね、そう、まあそうですね、まあ、今これなんで、あ今そうですね、シーザーさんで、はい、でやっぱ思うのは、うん、まあ今はいいじゃないですか、まあまだ体も自由にが効くし、はい、で今ギリギリ、一応ギリギリかどうか、え今生活水準としてはどうですか。借金とかしてないですよね。借金はしてないですけど、してない、そう、はい、借金はしてないって笑って言えるぐらいならいいんですよ。そんなレベルなんですか。だってマジでその、はい、例えばコロコロ本誌で結構連載してた人が借金みたいな話をしてるのを僕小耳に挟んじゃって、あいやしんどいよ。あれかな、はい、なんすかあれ、え昔の前かあんま特定するとあれだから、あいや、はい、あうん、結構だから、あはい、まあ、てかまあ普通に漫画に書いてた、書いてない僕は、あれ、あいやそのコロコロでやってた方が借金されてみたいな、はい、あそうか、漫画にしてる人いましたよね。あ本当、辛坊さん、辛坊、はい、さんか、あそう、辛坊さんももちろん借金してるし、辛坊さんはそのコロコロ創刊伝説で自分の、うん、借金書いてあるし、辛坊さんはちょっとね調子に乗ったところもあってバブル期にこう買ってとか、あそうじゃなくて、それ以外でもバンバン借金してる人がいるってことですか。ランニングコストが連載の原稿料を超えちゃって、単行本の売り上げでペイしようとしてたの単行本がどんどん落ちてきて、うん、っていうなんかそのちゃんと手をこんなんかアシスタント代とかよく使っちゃう人は、うん、結構厳しいっていう。なるほど、そのレベルで行くなら全然借金はしてないんで、借金してないから全然健全な、してないんですよ、ね、してません、してません、してないし、はい、そんなに苦しんでる感じでもないんですよ。身の丈に合った生活してるから。そうですね、うん、僕はいつでもいつ連載が終わってもいいように、うん、連載中からもう溜め込んで、うん、溜め込んで確実いや結構ね手堅くやってる、堅実派だから僕たち、はいうん、そうだからそれはいいと思う。アシスタントもどういう感じで使う感じなんですか。アシスタント連載本当週刊やってる時とか。僕はあの2人雇ってて、うん、週に2日の人と3日の人、うん、あそうか、そうだそうだ、はい、でしかもデジタルアシスタントとか今は遠くの遠隔でパソコンでだけでデータ送って、そうだそうだ、はい、うん、だから大丈夫といえば大丈夫ですけど、そうですね、まあ、僕も今は月刊なんで、うん、なんか一時期この単行本のプロモーションも兼ねて、うん、別冊月刊の別冊少年チャンピオンと本誌の方の週刊少年チャンピオンと同時にやった時があって、すごい。その時はやっぱり一人では回らなかったんで、アシスタントさんに頼んでやってもらってたんですけど、はい、その時ってあの被ってはないんですか。かぶんなかったんですか。結局かぶらなかった。ギリギリかぶんなかった。ギリギリ、だって時期は一緒のはずなの。でも結局浦田さんと同じ雑誌に載ったっていうのは一回もないですよね。そうですね。現状は今一応だからピン借金せずに漫画家としてやれてるわけですけど、まあ、今はそうですね、うん、その人生トータルで見たときに、だって漫画家で言いたいわけですよね、死ぬまで、まあ、できたら行きたいですね。漫画家という専業漫画家で、うんうん、なんでそのプランというかどういうふうにあの考えてるのかなと思って、例えば、まあ、とりあえず5年後10年後、うん、60歳、80歳、80で連載できるのかな。いや、やりたい、何かやってたいじゃないですか、はい、生み出してたい何かは、僕はそう思う、うん、80にも引退して、やっぱ印税生活を送れてるようにしたい、そうかそうか、これまでの作品 で、もう全部自分を養って、なんなら子孫まで養えるぐらいの、うん、まあ、そこまでいかなくても、やっぱ老後に不安がないくらい、うん、はいはい、うん、じゃあ、とりあえずは今の現状というか、はい、どういう感じで考えてます？まあだから今読み切り書いてるんですけど、うん、まあそれが連載になって、うん、だからやっぱヒットしないと連載まではいけるじゃないですか、うん、大江さんも僕も、うん、でもやっぱヒットのもう一個の、うん、もう一つ上の壁、はい、そこをいつかまあその
40、50になるくらいまでに絶対超えて、うん、その老後の生活できるように。そこでどっかで、つまりもう何回でも行く感じですよね。何回打ち切りにされても毎回連載、うん、これがね、僕にはね、ないね、ほんとストイックな、ここの2人の、いや、すごいんだって、これ。でも、これすごくないですか。なんでその気持ちが持てるのかが、散々こんなぶったたかれてさ、死ねとか殺す言われて家に警察が来て で,、ね、でジャンプで結局次ももちろん目指しているわけですよね、はい、当たり前だけど。でも結局出てないってことはやっぱそこでシフトチェンジ、なんかこう方向性を変えたりとか、いや大変だよ。でじゃあジャンプの次はやっぱ厳しかった。そう、まあネーム出してたんですけど、うん、内容は結構あの作風的に子供向けぽいから、うん、ちょうど最強ジャンプが出るぐらいの時期だったんで、そっちでやったらって言われて、まあじゃあそっちでできるならと思って、うん、最強ジャンプでやらせてもらったんですけど、うん、はい、いやで例えばこれを見てるその漫画家目指してる若い人たちにもちょっとこうやっぱアドバイスというかその、うん、欲しいんですよね、夢のある話をこれやっとけばいいぞみたいな、この、まあ、アドバイスっていうのでもなくても、うん、なんかこうね、夢が欲しいよな。どうしたらいいんですかね、漫画家。これから、まあ、なるなっていうのは簡単だけど、うん、それでもなりたいっていうやついるんですよ。うんうん、だから単行本出したり、漫画家になるのは、うん、諦めずにやってれば、数年かけてでも、多分できると思うんですけど。うん、ああ、それ言うんだよな。うん、で、今、そのアプリとか、ウェブとか増えてきて、うん、連載する媒体が増えてるんで、うん、漫画家にはなりやすくなってるのかなと思うんで、あ、ただそれで一生食ってくれ稼げたり、うん、ヒットするかっていうのは本当運も絡んでくると思うんで、いや、 やっぱりほら一回落ちると、うん、僕が思うのは確かにそれあるんですよ。やっぱり、うん、この漫画になってる人はしがみついてるというかさ、その、うん、なんだろうね、これなんか体勢がついてるというか、うん、なんで弾かれてまたいけるんですかね。いや、なんか、その本当素朴な疑問ですよ。その、だから、創作のパワーはどうやって湧き出させるとか、一回落ちたときはとりあえず、なんか1ヶ月とか2ヶ月とか、うん、とりあえずは、じゃあ、しょぼくれ期間設けて、そうですね、うん。設けたら、こう、創作欲がまた。またやっぱり、なんか、雑誌に出たいとか、うん、なんかそういう気持ちが湧いてくるというか、次の何か作りたいとか、次で何か出したいなって思いますね。それがずっと続く感じなんですか。だからそうですね、あとはまあ単純にね、やっぱ連載してないとお金がもらえないですから、単純にそういう意味もあって、何か次の連載取りたいなっていう気持ちが。そうですね、はい、やっぱ身近に活躍してる人とかがいるんで、はい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 、それも刺激になったり、こう落ち込んでてもみんなで頑張ろうよとか、打ち切り作家同士でって言っても悪いですけど、そういう人で次も頑張ろうよって言ったり、うん、まあ、活躍してる人とかを見て自分もこうなりたいなとか、うん、じゃあやっぱその麻生さんはでかいですか。あ、そうです。他には誰がそういう、ま、身近でこの野郎っつうか、まあ、頑張ろうの仲間とかどういうタイプがいるんですかね。あれでもそんなバーンって売れた人って、麻生さんぐらい、うん、ぐらいこの辺りの仲間内というか、あとは、まあ、前からの知り合いでって言ったらクリスタルの陽介さんとか。ああ、でもその人サンデーだったような。あ、そうですね、ギャグ漫画家飲み会に来てますね。そうですね。あ、そうなんだ、はい、今僕確かね、同じ時期にねやってましたよ、増刊確か。で、同じ時期は忘れたけど、そうですね、うん、まあそういうところが僕にはないっていうのも確かにあるんだけど、うん、あ、じゃあそこ大事ですね、その食らいつく感じというか、うん、そうですね、うん、でもなんかめちゃくちゃ頑張って食らいついてるっていうか、うん、なんかもうネーム書いて担当に打ち合わせしてみせるみたいな、うん、もうずっと同じことずっとやってる感じなんで、当たり前になってる、なんかあんまり、まあ、はい、その当たり前にそれにできる能力って多分特殊能力なんですよ。ね、そう、それがもしかしたら一番漫画家に必要な能力かもしれないな。なんか僕ね、ネームのボツとかされるとすぐね嫌になっちゃうんですよ。こういうタイプは多分漫画家としては成功できないと思うんですよね。ネームの直しがある、ね、媒体で書くのね、もう嫌になっちゃって担当の方が絶対っていう気持ちあるじゃないですか。僕の方がかしこなんか
正しいんじゃねえかなって思い出してるんですよ。あ、まあ確かにあっちはね、編集者だったら一流大学出て狭きもくぐり抜けた担当だから漫画に関していろいろ見てるだろうけど、でもその本当に正しいのかお前はってね思っちゃう時があるんですよ、このボンボンがみたいな雑草を知らないね、綺麗な世界で生きてるやろうだよって思っちゃうとっダメなんだよな。だから僕、まあ、そこまできつい言葉では思わないですけど、うん、でもね、うん、自分の方が漫画分かってるってそうそうそうこともあるし、うん、ちょっとしたアドバイスが身にためになることもあるんで、うん、まあ僕も結構柔らかいタイプですよ。そうはいいちゃんとなんていうの、修正には応じるし、ギリギリまでは応じるんですよ。これまでね、いろいろ動画見てくれた人には多分分かると思うけど、僕めちゃくちゃいい人だから、うん、あとあれですよね、ものすごい単純な話ですけど、うん、打ち合わせ行って、うん、なんか毎回ご飯とかこう食べさせてもらうと、うん、それでも結構頑張ろうって気に結構なりますけど、それはね、はい、いい時代の漫画家の発言。今の新人はご飯すら食べさせてもらえなくなってきてる。え、あ、そうなんですか。あ、ほら、いや、この人すごいトップだ漫画家じゃん。トップじゃないです。まだ、まだトップだ漫画家。そうそう、バブル打ち合わせでご飯って、え、ないない、もう今は一切ないから。たまにありますけど、まあ、でも、やっぱり連載が見えてくると、うん、食わせてくれたり、ちょっとなんていうかな、連載経験者だから食わせてくれたりとか、うん、そう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 、僕あれあんま言うとあれですけど、うん、こう多分編集さんの中に新人をこう序列つけてて、うん、だんだん、あ、こいつ何連載が近いなと思ったら打ち合わせの場所が編集部内からファミレスに変わったり。でもファミレスなんでしょ。ファミレスなんか僕のその後僕でも、はいはい、うまくいかなくて、うん、ファミレスの打ち合わせがその編集部内の打ち合わせに降格されたことがある。ああ、そう。降格とか、原稿料も下がらないはずなのに下がったりしたことあります？同じ出版社で。僕はない、同じ出版社ではない。なんかね、絶対に下げないらしいの。だから、その、中堅どころが使いにくくなってきて、はいはいはい、その、コスパが悪いって言われるから干されるとか、でも、90年代の、まだバブルの残り画がある時は、その、みんなさ、編集者が、なんかキャバクラみたいなところに行きたいから、はいはいはい、作家を引き連れてみたいな、なんかそういう話とか聞くじゃないですか、うん、だから六本木に繰り出すみたいな、打ち合わせはだいたい6時ぐらいから始める夕方6時でみたいな。ねえ、そうですね、そういうのももうないのかな今は。どうなんだろう、それも出版社によっていろいろ違いそうですけどね。あんまりないですね、確かにその、うん、今そういうね派手な話聞かなくなったし、連載始まるときと終わったときにちょっと行かせてもらえるくらいかな、うんうん、でもこれからもどんどんその漫画誌とかは減っていくわけじゃないですか。そうですね、うん、でだからその辺がどう考えてるかっていうのも僕気になってて、僕はねどっちかっつうとねゲリラ戦に突入したいタイプで、ゲリラ戦その、まあ、出版社にできるだけ頼らないように生きていきたいなっていうか、長いものに巻かれていきたいなっていう、うん、やっぱそれはでも自分がコンテンツホルダーっていう確固たる自信があるからそう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 、そうなんかそこまで、うん、多分自分に自信がないのかな、うん、ただ僕が一番クソ、ま、本当の専業の漫画家からしてみるとちょっと絶対そこが絶対的な違いは、漫画が一個のアウトプットの方法の一つでしかないっていうぐらいに思っちゃってるところがあって、うん、そこがねまあ良くも悪くもなんですよね、うん、でも漫画家として生きるにしたって僕がまあ新世代漫画家と思ってるのは、まあ身近なところで挙げると仮面凸と八代亜月、はい、横山良一さんとか、うん、あの辺のこうウェブをうまく巧みに使ってるあいつら、はいはい、あ、じゃあなんか飲み物を、アサイジュースあります、コーラか、アサイジュース、じゃあアサイジュース、あとなんかね、じゃあコーラかアサイジュースか、はい、アイスティーかなんかその辺で、アイスティーもういっぱい、はい、あ、じゃあコーラ、はい、アイスティー、はい、うん、いやだから僕はちょっとその辺考えてるんですよ。あの辺は意外に出版社でもやってるけど、うん、その独り立ちしてるというか自己発信からの出版社からこう、うんうんうん、まあツイッター漫画家と呼ばれる河野池さんでしたっけ、あの辺の人たちも多分同じだと思うけど、はい、うん、ああいうのはどうですかね。
いやまあああいうのできたらいいなって思いますけど、あっちにシフトしていくそのじゃないかなと。確かにな。でも僕はもうなんかさっき言ったみたいにネームを編集さんと打ち合わせしてこう作ってっていう、うん、それがもう慣れちゃってるんで、あなんかもうそれがもうずっと当たり前 の、はい、その、うん、それ以外でなんか勝手に4ページとか書いてこうどんどん出していくっていうのは結構そうですね、まあ、やっぱ慣れてはないんで、あ自分だけ で、 そうです、ね、作りたいっていうのはもううるさい編集の意見を通さずに、はい、うん、自分だけの作品みたいな。なんか、やっぱなんか打ち合わせやりながらやる方が結構やりやすいです。はい、それで やってますけど、でも、うん、やっぱね、そういうのをネットに載せたりとか、そういうのやっぱした方がいいんだろうなとは思いますね。今来て、誰やねんっていきなり書いてるでしょ。この漫画知らないなんてどんだけ潜りなんだよ。週刊少年ジャンプで誰もが知ってる。私立ポセイドン学園だぞ。もう作者の大江さんだぞ、うん、どういう反応がこれあったの大丈夫なの知らんわ。いや、知らんわ。あとはね、もうジンバとかこの僕のおじいちゃんが変な話するでおなじみの浦田和弘大先生知らないのかにわか野郎。知らないでしょ、うん、その3人でね今、はい、漫画の未来について語ってんの、うん、だ僕はやっぱりどうしてもそういううまいことやってる漫画家がちょっと正しいんじゃないかなって思うところもちょっとあったりして、うん、やっぱり自己発信の場を持ってて、でもできる人は強いですよね、うん、でまずツイッターとかで拡散力があって、うん、でブログとかそのいろんなところにその誘導してそこで、まあ、Kindle 売ったりとか、うん、僕はどっちかって言ったらそっちの方がいいんじゃないかなって思ってしまう。そうですね、それができたらやっぱ一番、うんうん、そのね、常にその人の漫画があって、うん、あの載せませんかって出版社の方から来るっていう、それがなったら理想的ですけど、出版社からもう来なくてもいいんじゃないかな。もう、あもう勝手に、ああ、そこ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 、自分たちでそのマネタイズの場が今いっぱいあるじゃないですか。まあ、Kindle とかは自分でやったりとか、Kindle、まあ、ノート、まあ、ブログもそうだし、YouTube も、まあ、ある意味そうだし、うんうん、って思うんだけど、どうだろうね。いやそれができたら一番難しい。じゃあやりましょうよ、それ。そうですね。あまりの捨てますよね、1ページ前。まあ本当に軽くというか、なんか。あとなんだっけ、ね、この界隈でさ、変な4コマ漫画家の変な、なんだっけ、荻沼。荻沼さん。あれは何なんですか、あの人は何なんですか。荻沼さんはいろんな人と4コマ対決したりとかしてますね。よくどこに行こうとしても分かんないですね。4コマ、はい、最強の4コマ師になりたい。荻沼さんはでも、浦田さん昔から知ってる。うん、まあそうっすね。でもあれもある意味正しいような気がして、うん、いや、僕全然詳しく知らないけど、なんかさ、はい、お花見4コマバトルをやろうぜみたいなのを誘われたけど僕断ったんで、浦田さん、浦田さんが誘ってきたんだっけ、なんか変な嫌な変なルールでさ、お花見でここに座ったら、そうそう、ここの人と4コマで、あの人は4コマにめちゃくちゃ自信があるんでしょ、うんうん、そう、めんどくさいよ、そんな人のね、あいつの得意主戦場で戦うのな。そうそうそう、なんかでも俺も一回なんか戦いました。沼さんと一回飲んだ時に急に4コマバトルになって出ましたよ、やりましたね。あ、はい、そういうやついるんですよ、絶対に自信がある自分のそのステージでね、戦わせようとするやつ、うん、対決した、うん、しましたね、うんうん、確かに僕も2回対決して、1回目は急にその飲み会で やらされて、あ、はい、あの負けたのが悔しくて、はい、その後自信作を、うん、あの事前に書いて荻沼とか持ってって、うん、ボコボコにしてやりました。ボコボコってことじゃないですか。でもそういう4コマに特化したそういうやつとか、なんかいろいろやりようはあるような気がするな。うん、ですね。確かに。でもこの浦田さんのとか、まあ大江さんのスタンスでいけば、いつかはそこそこ売れるタイミングが来るような気がするんですけどね。だってさ、いい絶対書き続けるじゃないですか。まあ多分やると思います、ね、でしかも一応その過去 の、 その、まあ、失敗ではないけどこう経験が生きてこうなんか進化してるというか自分なんかあるじゃないですか。それはあります、ね、いろんなやっぱ、ね、それこそ売れてる人の話を聞いたりして、うん、はいはい、これをだから3冊見るだけでも分かるじゃないですか、こう進化の過程がさ、こうやって並べられたらね、こっち僕おじから来てこう、しかもこの前にはもっとひどいのがあるから、そうですね、アナルのやつ、アナル君、あれ馬尾だっけ、馬尾って馬尾に結構収録されてる、あ、そうですね、うん、そう、それを見るだけでも、あ、この人はこうやって経験を積んで進化してんだなっていうのがあるから、タイミングが合えば絶対 ね、 そうですね、
まあこれもまあこれは2つ見るだけでちょっと分かんないかもしれないこれ進化っていうかこれちょっと進化って分かるかな進化かなそれ分かんないけどまあでも、はい、まあね続けてるんでとにかく、うん、でやめようとしてないんでまあやっぱあれですかねそのそれこそ、うん、あの別冊チャンピオンで今やってるんですけど、はいうんもう今終わっちゃったんですけど、別冊チャンピオンで前やった瀬戸内海っていう漫画とかはドラマになったりとか、うん、やっぱ同じ雑誌でやってる漫画がそういう風になるのを見ると、はい、なんかあると、まあ、なんかやってたらもしかしたらってやっぱちょっと思っちゃったりとかしますよね。まずは今は現状はシーザーさんに戦力だから、シーザーさんとあと新作をってことで読み切りは1個書いたんで、あのチャンピオン用に、はい、多分そのうち乗ると思うんですけど、はい、じゃあそういうことか。うんだからね、僕はいつかはシーザーファンですって。あ、本当ですか？やらせじゃないですか？ありがとうございます。すごいな、山崎なんとかと橋本環奈で実写化されるのが近いって。サイキックソーみたいな感じってことで。あ、そうなんだ。それサイキックソーなんだ、うん、そうなんだ。あ、シーザーさんのドラマ化も近い。こういう厳しいこと言ってるやつもいますよ。といっても年齢重ねるごとにスピードが落ちるからこのまま伸びることは続かないっていうふうに言ってるやつね。年齢に対する衰えとかってあるんですかね。僕ないと思って、そんなにない。あんまり感じたことはないかな、うん。それは自分でなんかね、勝手に言い訳としてつけちゃってるだけで。まあ、そうかもしれない、ね。漫画家なんて、そんなひらめきとかって、うん、まあ、経験を積んだ経験値の方が、それを勝る気がするんだけどね。うん、でも、その、なんていうの、極限まで行ったことがないから僕は分かんないです。枯れるとか言うじゃないですか。うっさ陽介さんみたいな、なんかもう、え、うっささんとかは、そのマサルさんやった後、はい、なんかもう空っぽになったみたいな、あ、結構ジャンプのギャグ漫画家って、その精神的に終わっ、なんか枯れる人っていますよね、中には。僕はでも、あれでしょ、ネタがとかじゃなくて、単純にやっぱ習慣やってて、疲れたというか、それが連載終わったんで、もう本当に糸が切れたみたいに、はい、しばらく何もやる気しないみたいなことはありましたね。それはもう、本当、絞り出してる、毎週絞り出してる人はそうなっちゃうのかもしれないけど、それはまあ、量が多いっていうのもあるからね。あ、ママさん、この有名漫画家さん、サインくれるって言ってますよ。はい、いただきます。有名じゃないですよ。まあ、全然ジャンプで連載して、はい、してる人と。じゃあ、今、書いてもらいます、ここで。書いていただいていいですか。はい、はい。じゃあ、書いていただいていいですかね、このフィレンツェに。もう、あの、でもここフィレンツェ、あと、どれぐらい ?1 年か。あ、1年。なんか、終わっちゃうんですか。だけど、それまで飾ってもらえますかね。はい。あ、じゃあ、ちょっと、いいですか。いや、あ、ほら。じゃあ、これ書いていただいて。じゃあ、どっちに書くんですか。こっちかな。じゃあ、一人ずつちょっと。何書けばいいんだろう。いや、もう代表作書いてくださいよ。じゃあ、こうやってやっておきますので。はい。お願いします。あ、はい。じゃあ、大江さんからちょっと。大江さん、ぜひ。まずはね、プロがね、書いてる。2個書いて、3つ。じゃあ、2人ずつ。あ、大丈夫、大丈夫。じゃあ、こういう感じで書きますか。はい。逆ですけど、どうぞ。じゃあ、どうしようかな。まあ、フィレンツェ A みたいな。フィレンツェさん A みたいな。あ、はい。まあ、せっかく今2個あるから2つ書きましょう。いや、いいですよ、1個で。はい、そうそうそう。いやいやじゃあ、ご性格と。時間がないんですか。いや、あります、あります、はい。はい。書きながらね、僕たち話してますから。あ、じゃあ書きます、はい。うん。やっぱ書いてるところってあんまり見たことないと思うよ、みんな。特にこんなマイナー漫画の。マイナー漫画いやいや、さっき。いや、ドラゴンボールとかならまだそういうシーンとかあるかもしれないけど。はい。ご性格の書いてるところで今まであります？何回か撮られました？いや、ないですね。うん、いや、世界初公開ですから、うん、さっきからうるさいね、ヤクミツブどう思うってうるさいやついるけど、それなんか悪口言わせたいだけだろ、お前は。悪口言わせて、その嫌な感じになるの待ってるだけでしょ。ゲストの扱いひどいっていうか、僕たちは仲間なんで、気兼ねなくいけるんですよ、そこそこ。まあそこそこだけど。ね。ね。なんで何も言わ、あれ？いや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 、あ、違う違う違う。みんな、みんな。はい、ああ、はい、そうですよ。無言でね。いや、今集中してたんで。まあ、そんなにそう。しかも、いや、ぴょこたんさんの、あの、アホ汁とか、本当に、高校の時とか読んでたんで。いやいや、はい、いやいや、もう僕、はい、頑張りますんで。はい。うん、やっぱ、僕も模索はしてるけど、悲観はしてないんですよ、漫画家っていう職業に対して。うん、しかも、まあ、この2人も、まあ、この意気込みがあればさ、
朽ち果ててどっかでノラレジウムってことはないんじゃないかなと僕は思ってます。どうでしょうね。いやないでしょこの感じだったら。いやないよ、僕もないの。僕もそういう気持ち一切ないんですよ。なるようになると思ってるんで。あ、うん、僕も基本その楽観的というかこうポジティブなんですけど、うん、たまにあのネガティブに入っちゃって。あ、入っちゃうんですか。はい、もうジンバ終わった後とか、うん、次書きたいものとかもなんか浮かばなくて書けない時期があって。あ、数ヶ月。数ヶ月もあんの。まあ1、2ヶ月かな。あ、そんなにあるのは。何書いていいか分かんない。そんなにあるのは結構しんどいし、ね、だって職業なんだから。そうですそうです。1ヶ月無職みたいになっちゃうから。そうです。本当にもうすごい毎日何も生み出さない。これはな今の主人公です、ね、あ、そうです。英雄シーザーさん。すごい。だから慣れてんだ。早いんだ、シーザーさん。はい。本当まるで漫画家だなってコメントがいっぱいついてる。これレアだよ。だって10年の時を経て両方のやつ書いてくれてるんですよ。この共演ってね。これすごいんじゃないの。単行本って。あ、単行本見ないとやっぱここにあります。自分のキャラなのに。いや、これこの気持ちわかる。めちゃくちゃすげえ昔こんなに書かないもんだって。もう過去のあれなんだから。振り向いてる時間ないんだよ。これはモヒカン君でしたっけ、うん、何にも知らない。モヒカン校長。モヒカン校長です。モヒカン校長。あ、なんかバランスがおかしくなっちゃった。いや、大丈夫です大丈夫です。その師匠とかそういうのはあるんですか。弟子とか師匠、師匠関係、師弟関係というか。あ、いや、僕はその連載の前にはアシスタント経験はなかったんで、うんうん、本当にないんだね、本当に。で、連載した後にこのシーザーさんの前にアシスタントやってたのが麻生さんのところなんで、うん、あ、本当だ、左利きなんだ大江さん。あ、そうです。今気づきましたわ。左利きって気持ち悪いよっていうふうにコメントがあってびっくりした。いや、僕も左利きだけど書くのだけ右に直して右脳と左脳でこうやってるんで。あ、確かにすごいね、左利きで、うん、これはフィレンツェのママさん大喜びですよ。すごいすごい、本物だ。じゃあ当面は、まあ、今現状こういう雑誌、漫画雑誌がある限りは、まあ、今のスタンスを崩さず。今のところはそうですね、うん、でもその課外授業としてやったらいいんじゃないですか、ブログとか。あ、そうですね、ブログとか。そうですね、うん、せっかくだからもうマネタイズ。僕もね、ちょっとブログも、まあ、YouTube で今お金あるけど、漫画家としては YouTube ってなんか、メディアとして動画だから。これでちょっと失敗したな。いや、大丈夫です。全然失敗とかわかんないし、ここがおかしくないし。で、日付と大江さんの名前とあとフィレンツェさんへみたいに書いてもらえるとありがたいんですよね、はい、フィレンツェ様へ。はい。そんなところに書くんだ。てっきりここに書くんだと思った。確かに。バランス的に本当だった。いや、これいいじゃん。確かにここに書くべきだった。あ、すげえ。大江さんの名前は下、うん、そこに。どこに書けばいいですかね。いや、ここじゃないですか。バーンと。ママさん、ほら、これ。あ、すごい。すごいですよ。ジャンプ、ジャンプ、週刊少年ジャンプですから。鳥山明さんとか、ワンピースとかと、ね、同じ時期を。ワンピースと同じ時期に連載してた。日付。今日は2018年の、10月10日です。いや、ありがとうございます。いいかな。あとでもうちょっと、いやいや、ちょっと修正します、ね、もう。いや、修正とかいらないです。もうこれで完璧。大丈夫かな。完璧だ。はい、完璧です。ここ忘れてくださいね。じゃーん。じゃあ、ちょっと浦田さんもいいですかね。はい、すみません、なんかお願いばっかり。いつもいつも自分の見ながら。じゃあ浦田さん、じゃあこれこれ後でね。どうしようかな。ジンバ、うん、ジンバの顔描こうかな、うん、浦田さんね、うん、はい、いやー、ガツンと売れたらもう、はい、なんですね。え、どうするんですか。ガツンと売れたら
家買おうかな。不動産か。いや、自分の。なんかでも結果を残すなやっぱり、はい、あれですね、こういうタイプですよね。漫画家として一番大事なパワーはそこですよね。なんかやっぱや僕みたいなのもそうだけど、すぐ一回ダメになったら辞める人ってかなり多くないですか。まあ一回ダメになったらというか、書かなくなっちゃう人は確かにいますよね。そうそう、結局乗らなくなる人っていうのはそういう人で、何、かしら、まあそれその人が全部悪いっていうわけではないけど、まあ他の場所で稼げる愚痴を見つけたのか、そうですね、まあ普通に漫画家志望でやってたけど就職しても辞めたっていう人とかもいるんで、そうですね、それは全然ね、それはそれで全然そっちの方が良かったりする場合もあるだろうか。今日連載した漫画家志望で辞める人はいるじゃないですか、はい、連載一回した後辞める人もいます、周りとか。いると思うよ、いるよ、だって消えてる人いっぱいいるじゃないですか、まあ、ちょっと周りを振り返っても、まあね、確かにいるか、いや30とか過ぎて、どうするんだろうとか、自分自身ももう逆にそれ以外の仕事が思い浮かばないとか、あ、そうです、他ができないっていうのもあるんで、それにもうしがみつくしかないっていうか、まあでもまあまあ最悪ね、バイトとかだったらあるんじゃないか。いやバイトは嫌だな、それになる前にもっとなんか手を打ってほしい。もうその雑誌に愛想をつかしたんだったら何とでもなると思うけどね、僕は今のこの恵まれたねウェブ環境があれば、いやいいですね。なんかちょっと違うなんかバッタモンみたいなところ。めっちゃ久しぶりに書いた。いやいや、でもそういうもんだから。こんな顔だったっけな。鳥山明さんの色紙だってこんな感じだよ。毎回鳥山さんと話してくるけど。いや鳥山さんもこんな感じだよ。あれこのとこ悟空なんか変じゃねっていう。おじいちゃんもこうかな。いや、いいっすね。大江さんも今完全デジタル、フルデジタルですか。あ、いや、僕はキャラのペン入れまではアナログでやってた、あ、そうなんだ。大変じゃないですか、そっちの方が。僕もそうなんだけど、それ直せなくて今教えてもらったのに。いや、なので僕はでもそれがもう一番やりやすいというか、スピードも速い、そっちの方が。そうですね、なんか突き詰めればデジタルの方が、ああまあそうっていう感じしませんか、浦田さん見てると。まあ確かにそれ慣れてるとそうなんでしょうけど、なんか何回かデジタルでペン入れしたりとかしたんですけど、やっぱ疲れるんで、なんか、ああその画面にずっと目を見続けるとか、そういうのもあるかな。紙に直接やっぱ自分でアナログでペンで書いた方が楽ですね。お、来た、僕おじも書いてくれるんですか、そこに。これ大江さんと同じコードでね。いや、いいですね、だからね、これ見てる漫画家志望者もね、一回さ、ちょっと嫌なこと言われたからとか、大体それで諦めるやつが慣れないやつだからね。漫画が慣れないね、ちょっと言われたぐらいですぐへこんでもうダメだっていうやつはもう絶対無理だからね。結構でも繊細な人多いんですよね。ああそうね、そうそう、どうしたらいいの、そういう時は。いや難しいですよね。でも気にしなくていい、まあ気にしなくていいんですけど、やっぱ繊細な人って繊細な人にしか描けない、あなんかある漫画ってあるじゃないですか、なんかそれはそれで作家として武器かなと思うんですけど、でもそれがゆえに描けなかったら意味ないんで、筆をね折る人がいる。そう、あとやっぱあれじゃないですか、雑誌とかもいろいろあるから、ここの雑誌ではダメだったけど、こっちの雑誌では、ね、すんなりいったとかいう話も聞くんで、いろいろ回ってみたら。でしかもじゃあ聞くけど、なんでジャンプからそのチャンピオン見た時はどうやってやったんですか、大江さんは。あ、普通にあの電話かけて、あ、こういう漫画見てください、見てもらえますか。本当にあの一人の漫画家志望者と同じ道をたどったんですか。あ、そうです、ね、ジャンプで連載してるのに。そうですね、ほら見ろって、俺ジャンプだぞって、ジャンプで連載してたら大江だぞって、いや枠開けてくれるかとか。なんかもともとジャンプの最初って専属契約が、ああそうそうそうだそうだ、新入社もあるんですよ、ね、切れてもだいぶしてたんで、一回いろいろ全部回ってみようかなと思って、ジャンプ以外のサンデーマガジンチャンピオンって全部回ったんですよ。いやすごい、それができるのもやっぱね、ほんとね、あの
武器なんですよ、意外に気づいてないけど。だって浦田さんもそうじゃん、僕は出張編集部に。そうですね、コミティアの出張編集部に。なんかどこかでさ、やっぱ自分が漫画としてもとりあえずは単行本出してるからさ、なんかあるじゃないですか。まあそうです。そうで、俺でサンデーマガジンチャンピオンと回って、うん、チャンピオン方が一番なんか反応が良かったんで、チャンピオンで。浦田さんもそうだね、一緒だね。そうですね、大体そうですね。秋田書店。確かに秋田書店は受け皿がすごいのかもしれないです、うん。当たりもいいのかな、もしかすると。こんな感じで大丈夫ですかね。いやー、完璧完璧。いやー、いいっすね。大丈夫かな。これね。いやー、これですよ、皆さん。これが真の漫画家だから。僕みたいなのは真の漫画家って言えないんだよ、だから。こういう人がいると。はい。僕なんてもう漫画家っていう肩書きが欲しいからさ、月に3ページぐらい書いてるだけでさ、こっちが真の漫画家ですから。ありがとうございます。マガさん、ほら、できましたよ。ほら、こんなに、これ、歌詞出ますよ。貼っといてください。今度、どっかに貼っといてください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、ぜひ、お納めください。ありがとうございます。いやちょっと、だから、未来を考えていきたい。でも、僕たち、これからもね、頑張っていきたいですね。漫画家として。でも、やっぱ、僕みたいな、そういう、意志の低い人が漫画家になってるとムカつきませんかね。ちょっといやムカつきはしないけど、いつかお前死ねって思ったりして、心のどこかでは思ったりしますいや僕もいろいろ考えた結果、この立ち回りが一番自分に合ってるというかさ、漫画のアウトプットってやっぱスピードと情報量とどうしてもね厳しいなと思っちゃうんですよね、うん、僕3人だけです。そのファンボックス の, やり方もちょっと狭い世界に打ってるから、うん、僕はそういうのよりもその Google AdSense って言ってさ、まあ、ブログの儲け方と同じなんですけど、いっぱいの人に流入してもらって、そこからクリック広告で儲ける方式、うん、そうです、まあ、一番理想はファンボックスってやっぱ直接お金を払ってもらうようになるから、うん、それよりかは、うん、ブログとかでいろんな人に見てもらって、うん、広告収入とかが入ってくるみたいなのが一番理想的ですけど、ね、なんかそういうのでね、結局仮面凸の子熊のケーキ屋さんだってめちゃくちゃうまいことやったけど、最初はツイッターに載せた本当のシャレで書いた4コマがスタートなんですよ、あれ、はい、狙ってやってないって言ってたし、本当に嘘、それは嘘じゃない、たまたま載せたら、まあたまたま一応あざとくいろいろそういう反響は狙ったけど、うん、これをうまくビジネスにやって小学館プロダクションと契約してとかそこまでは考えてないっぽい、うん、だから、うん、なんかしらね、人の目につくところでやってることも重要な気がするんですよ、まあ、確かに、うん、だってさ、今漫画雑誌読んでる人がまずそのシーザーさんを見つける人っていうのが全人口の中の月刊、まあ確かに、うん、チャンピオンめちゃくちゃ面白いこと書いててもそこで見つかるまでがさ、うん、で、あれですよね、シーザーさん読めるやつあるんですよね。じゃあ告知いきましょう、もう。あ、告知ですか、うん、告知、うん、シーザーさん、まあ、現在出てるのが、はい、英雄シーザーさん一巻だけなんですけど、うん、もう二巻分ぐらいの原稿が溜まってるはず、溜まってるんですけど、ちょっと今一巻しか出てなくて、はい、それはまあ一貫次第なのかな。ここで言ったところでこれ見てる人も高橋言ってるんで、これで宣伝してもらったら売れると、わらにもすがる思いで、はい、ここで宣伝してもらったら売れると思ってるんで、はい、ちょっとね、はいはい、ぜひぜひこれね、うん、でちょうど明日からですかね、秋田書店の漫画サイトの漫画クロスっていう漫画サイトに明日から今までのシーザーさんの昔のやつから最初から、うん、最初の読み切りから始まるんですけど、はい、毎週毎週更新されることに乗ることになったんで、そのウェブサイトなんですか、ただで読めるんですか。あ、そうです。あ、じゃあそれ得じゃないですか。そうですね、秋田書店の漫画サイトみたいな。あ、そうです。アプリじゃなくて。あ、そうです、アプリじゃなくて漫画サイトですね、はい、うん、それで、明日から毎週木曜日から毎週毎週1話ずつ更新されることになってるんで、はい、よかったら見てみてください。じゃあこれ買う必要ないじゃないですか、そしたら。まあ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 、毎週毎週やって読んで、はい、でもやっぱ毎週毎週ね、サイトで見るのは見に、はい、そうか、過去のやつは消えて、停電とかした時にも見えなかった多分ある程度更新された過去のやつは消えていくと思うんで、そうかそうか、だからこれ買って、
ってください。先に読みたくなっちゃったりね。そうですね。うん、そうですね。そうやってもらえれば。うん、で、このシーザーさん自体の連載が今月で 2周年になるんで、うん、今月12日に出る、明後日出る別冊チャンピオン、うん、別冊少年チャンピオンの方ではちょっと、うん、カラーページをもらったりとかして、ちょっともなんか盛り上げてもらってるんで、雑誌の方も。2周年って結構大変なことですよね、月刊誌で2周年、うん、24ページだから結構尺食うじゃないですか。そうですね。そこそこの人気がないと絶対続かない、2年は月刊誌だな、はい、うん、まあ、なんとか載せてもらう。月刊誌で誰ですか、その周りにどんな人いるんですか。水島真嗣さんとかいないですか。月刊チャンピオンだと誰がメイン作家。まあヤムシパイダーのスピンオフも載ってるんで、渡辺先生の。同じ作者の。はい、そうです。浜岡先生とか。ああ、浦安鉄筋家族の。はい、ですね、他にもいろいろ。ルノアール兄弟、ギャグで言ったらルノアール兄弟とか、はい、うん、載ってますね。確かに、僕も最近は漫画雑誌で読まなくなっちゃったからな。だけど、そういうところに載るのプラス、どっかやっぱこう表立って、そっか、ウェブで見れるのか。そうですね、ウェブで。ウェブならね、告知すれば、はい、あとまあ、このポセイドン学園に関しては、うん、紙の方はもう多分買えないと思うんですけど、うん、電子化、Kindle とかで電子化されてるんで、はい、今日買いましたんで、これを、はい、見てくれれば。わ、うん、かりました。お願いします。はい。ありがとうございます。で、まあ、次回作も、まあ、シーザーさんがありつつ、あ、そうですね、うん、ありつつ、一応読み切りは1個書いたんで、うん、それがそのうち多分、載ると思うんで、はい、まあ、また出たら。はい、とかで告知します。よろしくお願いします。いや、いつか大ブレイクしてくださいね、はい、いやー、したい。したらあの一周も勝ち出るし、この動画の再生数、これ消しませんからね、この動画。これ黒歴史として、はい、急に売れたらさ、そんな変なこと言ってないよね。あれ消せよ、言ってくるのなしですよ。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ浦田さんも、はい、はい、じゃ僕は、はい、これが去年チャンピオンで連載したジンバが単行本出てます、うん、はい、で紙の単行本は1巻しかないんですけど、 Kindle 版は3巻分あるんで、うん、秋田書店から出てますね。はい、これはリード社から出てて、まあ、他のやつも Kindle は出てるんで、全部 Kindle は出てるんで買えますか。買ってください、うん、で僕も読み切り今書いてて、お、まあ、来月多分載るんで、うん、でそれ投票システムがあって、なんか1位になると連載になるっていう、はい、それって何ですか。媒体はまだ内緒、言っていいのか分かんないんで、じゃあ内緒にしとこう、はい、ツイッターとかで、はい、浦田さんのツイッターチェックして、ツイッターフォローしてください。じゃあ概要欄にちょっと全部載せときますんでね、はい、うん、お願いします。はい、じゃあそんな感じでね、またこれね、こう5年周期ぐらいでやっていくと香ばしくこう出てくるんで、過去の また5年後に、あ、5年か分かんないけど、5年後じゃあやりましょうよ、まましょう、はい、お願いしますよ、これも約束、はい、5年後にこの動画作りますから、もう一回、はい、同じメンバーで、はい、ちゃんと、うん、もうめちゃくちゃここ下がりったりとか、ここの下がりだとちょっと切ないからやめようね、同じぐらいの感じ、一緒に上がりたいですね。一緒に上がろう、まあ、じゃあ5年後に、はい、5年後またやりますんでね。5年後ってもう40、あ、そうですね、とか、そうですね、じゃあ全然そんなの大丈夫ですよ。うん、またやりますんで、はい、うん、ぜひね、生きて5年、ここで5年後にね、ここでね、まあ、ここはない、フィレンツェはないけど、どっかしらでやりますんで、あ、そっか、はい、ここでできないんで、そう、もうフィレンツェないけど、うん、売れても売れなくても、まあ、ね、作品を続けてればなんとかなるから、はい、じゃ引き続き皆さん、よろしくお願いします。面白かったかな、はい、いや、よかったです、よかった、また、はい、動画化しておきますんで、はい、じゃ今日は。お二人ともどうもありがとうございました。あ、よろしくお願いします。はい、また、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。